こんにちは、みょんです。前回ですね、島村で買った激安購入品の動画をアップさせてもらったと思うんですけど、今日はですね、その第2弾をお届けしようと思います。でね、ちょっとふらっと立ち寄った時に、まためっちゃ可愛くて安いものをすごく購入しまして、これもね、ちょっと動画見ていただいてる皆さんにぜひとも伝えなあかんと思ってね、今日も動画回してるんですけどじゃん、みんな大好きフォーエバーもう女の子やったらね、もうフォーエバー知らん子おらんと思います。で、まず最初は全然関係ないけど、このキラ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 のスリッパも買ったんですよ。サンダル、なんか海行ったりとかプール行ったりとかするときにあるかもわからんけど、今年かわいキラキラ付きやから可愛いなと思って買ったんですけど、これ2200円やった。花柄のウェア、めっちゃ可愛くないですか。もうほんまに持ってるウェア飽きてたから、今日は買おうと思って買ったんですけど、これで1480円、1480円ですよ。これめっちゃフォーエバーもすごい生地がめちゃくちゃしっかりしてるのに、でデザインも可愛いのに1490円。みんな今すぐフォーエバー行こうじゃん、なんか夏らしい色ってすごい可愛いなと思って、こういう色あんまり持ってないから一目惚れして買ったんですけど、これのね、本当はレギンスっていうか欲しかったけど、サイズが売り切れてて、やっぱみんな可愛いって思うものは一緒やね。売り切れてなかったから上しか買えませんでした。これは1780円でした。 S サイズ試着してないけど、だいたい S ぐらいかなと思って、もこれもさ、めっちゃ生地しっかりしててデザイン可愛いのに1790円、安っ。めっちゃ安い、ほんま。トップスはもう一個、じゃーん、なんかラベンダーっぽいピンク、若干ビビッドな感じの色。私あんまり淡い色が似合えへんから、ちょっとしっかりしたカラーの色を買ったんですけど、これもめっちゃ可愛い。これも S サイズで値段は1480円、安すぎでしょ。言うことない、もう可愛くて安くて生地もしっかりしてて言うことないで、もう一個まだあった、まだ買ったわ。そういえばじゃーん、もう一個カーキ、カーキも意外と持ってなくて買ったんですけど、サイズ間違えた、これ買うの、もう一個、そうカーキで、後ろはこれちょっと黒のストラップになってて、背中のトレーニングの時とか、私がっつり背中が見えて、筋肉の動きというかを確認できるものが好きなので、面積、生地の面積とかそう、だからこれめっちゃいいなと思って、カーキ持ってへんしと思って買っちゃいました。これも1490円、安すぎ、ほんまに。なんでこんな安いんやろうね、ほぼほぼって。とはもう一個はトップスは、ウェアは関係ないけど、じゃん、タンクトップ、もう暑すぎて袖がある服はもう着られへんから、これを買ったんですけど、これはもう990円、もうありがとうございます本当にとこれだけで、やっぱね、上も買ったら下も欲しくなるから買ったんですけど、意外とね、シンプルなやつが持ってなかったから、てか履きすぎてなかったから、これ黒のレギンスを買いました。で、普通になんか普通のやつだと面白くないなと思って、面白くないっていうか可愛いなと思ったのが、これほらちょっと透けてるの見えるかな。そう、履いた時にすごく足のこのね、側面のラインが見えるから可愛いなと思って買ったんですけど、これはちょっと女の子は下着は気をつけてめっちゃ可愛いけど下着は見えちゃうから気をつけて。これはこれも1790円、
安すぎ。もうメジャーブランドとかで買ったらね1万近く余裕でするから、ほんまにウェアとかってめっちゃ消耗品やから、ね、可愛くてプチプラで可愛くてこんなにいっぱい買えたらもう最高ほんまに。じゃん、ショーパン、トレーニングウェアのショートパンツもうあんまりなかったから買ってみました。これねほんまにめっちゃ楽やから、パジャマでも履いたりしてる。あとはこの色違いの黒、これ全く同じやつ持ってるんですけど、ちょっとパジャマで履いてて毛玉で着てきたからもう今の履いてるやつはもう完全にパジャマ用にして、もう外ではこれ履かれへんから新しいの買いました。トレーニングウェア、これも XS で値段も一緒、1490円、買った。合計何個買った？ 1,2,3,4,5,6,7,8 サンダルも入れたら9 9個買って1万5000円やったんです。安い、もう拍手めちゃめちゃ安かったほんまに。みんなほんまに今すぐフォーエバー行った方がいいと思う、トレーニングやってる女子ってぐらい。もっとね種類いっぱいあった、もっともいっぱいあってめっちゃ迷って、絶対に自分が着ひんなって思うやつはもっといっぱい欲しかったけど我慢して買わなかったんですよそう、でもこんなに9点買って1万5000円やから、普通にねブランドのスポーツメーカーのブランドで買ったら1着2着買えるかなってぐらいやと思うんで、ほんまに島村もそうやけどフォーエバーもほんまにおすすめです。はい、ということでですね、今日はもうトレーニング女子必見のプチプラで可愛いおすすめのトレーニングウェアを紹介しました。また別のブランドでめっちゃ可愛いのにめっちゃ安い商品入荷してるでっていう連絡をね、情報を仕入れてあるので、またそれを購入次第この動画で皆さんにおすすめしてお伝えできればなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみに待っててください。とりあえず今は島村とフォーエバーが激アツですマジもんじゃないけど激アツです。はい、ということで今日はおすすめウェアの紹介でした。ありがとうございました。バイバイ。